さて、わからんけど間もなく道の駅ですよ。多分もうすぐ道の駅が。ない。おお、本当だ。道の駅着いた。よいしょー。よっしゃ、着いたー。はい、道の駅大津でございます。ここにヨカヨカ亭があるの？マジ？よし。はい、道の駅着きました。行ってみましょう。おにぎりがあればいいね。インターネットレディオ、グッドエアドコン。熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トーク、バラエティ。DJ、ケンタロウ、中村。久しぶりに大津の道の駅に来ました。何これ、めちゃくちゃトイレ綺麗になってるね。めちゃくちゃ綺麗になってる。新品じゃん。イモテンかな、やっぱ起きたらイモテンじゃなくて辛いもたい焼きになってる。イモたい、イモの天ぷらあったよね。あんじゃない、今でも。なんか改めて来たの久しぶりだけど、この道の駅いろいろあるね。なぜバイクシャドウが上に上がってるの光ってるね。え、これ釣れ屋なの？え、多分熊本の人しか分かんないけど熊本の百貨店といったら釣れ屋だからね。本当だ、ギフトコーナー解説中って書いてある。さあ、いろいろ言ってても始まらないので、まずは中の方に入っていこうかということで、入り口にはね、こうやって物産品なんかも置いてあります。それでは中へレッツラゴー。入ってみると中にはすごい数のお土産物。早速気になるものチェックしていきました。食べるラー油と阿蘇高菜瓶。いや、うまそう。阿蘇高菜ラー油。あー、高菜ってごま油で炒めるもんな。食いたい。中には物産品の辛いももちろんのこと、お酒にお菓子、お土産物たくさんです。そしてご飯を食べるヨカヨカ亭さんもあるので、ランチにぴったり。来てますよ、山うに豆腐。やっぱ芋が大量にあるね。めちゃくちゃ芋売ってる。何これ、ハニーセレクション。あ、蜂蜜。めっちゃ綺麗やなこれ。小物もあんだ。何これ、長。天空の雫。すごいな、めちゃくちゃ長いな。バームクーヘンになってんだ。めちゃくちゃ長くない？やばい。もうなんかうまそうこれ。熟芋いきなりさん。いただきます。お、芋。めっちゃ芋。芋くる。うまい。結構試食あちこち置いてあるね。完全に馬肉に心奪われてる。馬肉に心奪われるよね。馬タン？馬タン？まあ美味しかったんだよね。試食で食べた。はい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 。買っちゃいなよ。コントロベーコンも美味しかった。おー、うまそうね。買っちゃいなよ。定番いきなり団子もあるね。さて、何頼めようか。なんかいろいろあるよ。おー、スタードタイ。これがクロワッサン芋タイ。おお。いつも辛いもを買わせてもらうこちらのお店、その名もなんと道の駅大津のショップ辛いも屋さんでございます。で、僕は辛いもをね、いつも通りあの芋天を買わせてもらったんですけれども、嫁さんはこのたい焼きバージョンのやつを買いまして、なんと期間限定で12月ぐらいまで芋栗かぼちゃのコラボレーションの芋たいが売ってるんだそうです。芋天&芋たいゲット。おお、やっぱ芋天うまそう。おい、ではこちら俺の芋天。ちょっ
人を紹介しましょうか。デレレレッデレーンと噛みまくってっけどね。はい、こちらが僕の芋天です。でかい。いただきます。うんうん、うまい、うまいわ、柔らかいわ。出てきましたこれが嫁の、なんだこれ、クロワッサンたい焼きじゃないよね、普通のたい焼きだよね。芋とクリーム、カスタードが入ってるだそうで、うーん早く食えよ早く食えよ。でかいね。これ200円、うん、芋店120円だっけ、うん、食っていいんすかこれ。いいんすか、ちょっと一口だけ。今食べたらなんかお昼ご飯食べれるそうね、ラップが結構頑丈やねはい、出てきました、こいつでございます。写真撮ってください、撮ってください、はい、どうぞ、はい、いいんすか、食べちゃいますよ、うん、いただきます。あー新食感、うん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 、もちもち、もちもち、もっちもちだし、芋の柔らかさにとで甘さにこのカスタードクリームめっちゃくる、素晴らしい一品でございます。お返しします。お腹いっぱいとか言って空気満々やん。口だけ食べようかな食べてみなさい、食べてみなさい、うまかろもどぎゃんか、どぎゃん、つかん、すくおいしい、おいしいですか、よかったです、よかったです。お腹いっぱいになるねこれね。お腹いっぱいになるね、まだちょっと昼飯食ってないからね、うん、朝飯失敗してっからさ、ちょっと昼飯は頑張って朝行って食べましょう。じゃあ後で食べよう。はい、行ってきます。陽キャのリーダー陽神、わらがみ様将軍、熊本の松崎しげるジグロスペシャル。キャンピングロックスタイル。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。